境内風景超重人仏義ガトと河津の相撲の場面高山寺は京都市右京区梅が畑戸賀野町にある寺院。戸賀野は京都市外北西の山中に位置する。鉱山寺は三号を戸賀野山と称し、宗派は真言宗系の単立である。創建は奈良時代と伝えるが、実質的な回帰は鎌倉時代の妙絵である。もともとここにあった。 神護寺のシーンが荒廃した後に、神護寺の文革の弟子であった明恵が入り寺としたものである。長寿人物ギガをはじめ、絵画、天石、文書など多くの文化財を伝える寺院として知られる。境内が国の史跡に指定されており、こと京都の文化財として世界遺産に登録されている。鉱山寺のある都が能は紅葉の名所として知られる。 高有山新五寺からさらに奥に入った山中に位置し、古代より山岳修行の敵地として、昭治委員が営まれていたようである。今の高山寺の地には、奈良時代から土川寺、津川坊などと称される寺院があり、後期五年、公認天皇の直眼で建立されたとの伝えもあるが、当時の実態は明らかでない。平安時代には、近隣の新五寺の別院とされ、 新五寺十無人院と称されていた。これは、新五寺本寺から離れた陰性修行の場所であったらしい。鉱山寺の中高の祖であり、実質的な回帰とされるのは、鎌倉時代の下厳州の僧、明恵である。明恵坊公弁は、上安三年、紀の国有田郡で生まれた。父は、平重家国という武士であり、母は、紀州の豪族岩崎の娘であった。 幼児に両親を亡くした妙栄は、9歳で聖火を離れ、母方のおにあたる新五寺の僧、上閣の下で仏門に入った。妙栄は、法年の唱えた、先週念仏の思想を痛烈に批判し、華厳州の復興に努めた。先週念仏とは、仏法が衰えた、末法の時代には、人は、菩大心によって救われることはなく、 念仏以外の方法で極楽往生することはできないという主張であり、これは母大臣や戒律を重視する明恵の思想とは相反するものであった。ただし、明恵はこうした批判をしたにもかかわらず、法然その人とは修正抗議を絶やすことはなかった。明恵は、県営元年三十四歳の時に、言葉上皇から都賀能の地を与えられ、また寺名のもとになった。 肘先、小高山の寺の被体を貸しされた。この時が、現、高山寺の創立とみなされている。肘先、寺子鉱山とは、下言行の中の区で、朝日が昇って、真っ先に照らされるのは高い山の頂上だという、意味であり、そのように光り輝く寺院であれとの意が込められている。鉱山寺は中世以降、たびたびの戦乱や火災で消失し、鎌倉時代の建物は、 石水を残すのみとなっている。1966年、忍那寺当局による並べが丘売却に抗議し、新言、宗を室派から離脱し、新言集計単立寺院となった。県営元年の中高から二十数年を経た、管理二年に作成された鉱山寺刑台の絵図が現存しており、当時の様子が具体的にわかる点で貴重である。それによると、 当時の鉱山寺には、大門、近道、三重塔、阿弥陀道、羅漢道、修郎、郷蔵、陳守者などがあったことが知られるが、このうち、当時、郷蔵と呼ばれた建物が、石水院として現存するほかは、ことごとく失われている。石水院から解散道に至る、道の両側に残る石垣は、かつての書道や達中を忍ばせている。石水院鎌倉時代の建築。 入りも屋造り、武器。後葉羽上の学問書を歌手されたものと伝え、明絵の重宝跡とも伝える。外観は住宅風だが、本来は共造として作られた建物を改造したものと見られる。もともとは、近道の右後方に残る石段の上に立っていたが、明治22年に現在地に移築したものである。他に、忍の寺から移築した近道、明絵の肖像彫刻を安置する。 海山堂などがあり、いずれも江戸時代の建築である。伊構案には、小川寺兵が1931年に作した茶亭があり、市の文化財として保存されている。また境内には、菜園があり、明恵が、鎌倉時代初期に臨済州の海祖英彩から、茶の種をもらい植えたという伝承に基づき、日本最古の菜園の石碑が立つ。この地で栽培された茶は、 英才が当時の中国の南宋へ留学した際に、そこで趣旨を得て、帰国後に、妙英の求めに応じて送ったものと伝える。妙英はこれを、はじめは、戸賀農ーさんの深瀬せに植え、妙英が没した後も戸賀農において栽培が続けられた。また、宇治の民の願いによって妙英が宇治に種をまき、宇治その他の土地に広まったとも伝える。この戸賀農ーさんの茶は、 鎌倉時代後期にはその味わいの良さが評判となって、金沢貞田明東国の武士たちまで争って、求めるほどの高評価を得た。このため、室町時代初中期に盛んに行われた、当茶においては、我が朝の茶の岩屋宅は、戸賀を表本となすなりとして、戸賀農産の茶を、本茶と呼び、その他の地で産出したものを、非茶と呼んだ。妙へ商人蔵仏幻仏模造館室。 薬師如来座像数多くの文化財を所蔵するが、建造物を除く指定文化財の大部分は東京、及び京都の国立博物館に寄託されている。以下は、鉱山寺所有の重要文化財の一覧である。建造物以上いずれも鎌倉時代のもの。このほか未指定だが、鎌倉木の優れた石像美術品として、石水梅かさとうば、病絵商人五輪等がある。 絵画彫刻工芸品書籍転籍2000年までの指定物件については、国宝重要文化財大全別館による。下厳州組織へ電流と化した全名が儀商の船を守る境内は普段は無料で入場できるが、紅葉機だけは有料となる。石水院のみ通年の有料配管となり、紅葉機は境内とは別料金での配管となる。国道沿いに駐車場があり、 無料で利用できるが、11月のみ、有料の時期がある。寺名については、寺の公式サイトでは、鉱山寺と読んでいるが、文化庁の国指定文化財等データベースを含め既存の多くの資料において、鉱山寺と読まれ、世界遺産、こと京都の文化財の登録時の名称も鉱山寺と表記されている。以上により、本校では、両方の読みを併記する。この、 日本最古は検証されておらず、古くは平安兄弟代理に菜園が設けられていたし、大津市坂本にも平安時代初期に始まったという日本最古の菜園が現存する。英才も帰国して、すぐに九州のセフり産地、石上に茶の種をまいたとの伝えもあり、また平戸市の茶畑には英才前寺石の茶畑との石碑が立つ。現在鉱山寺境内にある 茶畑は昭和40年代に妙への功績を称えるべく、宇治の茶業関係者によって整備されたものであるが、当時の菜園跡が山内に現存している。ただしこの本茶、日茶は味の評価には関係がなく、単に産地による呼び名の違いであった。平成13年6月22日文部科学省、国時代115平成18年6月9日。 文部科学省国時代79号、東京国立博物館編、東京国立博物館図版目録彫刻編、大塚匠芸者、1999、P、P151、法、法史芸密、日本高山寺急増総版、弁秘集会屋佐席、西印社博有限講師、2015年5月26日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2013年11月2日閲覧。十分が100点以上不明一部は中国に流出文化庁緊急調査国法発見も把握せず。産経新聞。h t t p s w w w s a n k e i c o m l i f e n e w s 1 3 1 1 0 2 l i f 1 3一1 0 2 0 1 5と。 h t m l ハット、重要美術品等認定物件目録。四文閣。1972p73 羽田通る。日本に捨てはる。ペルシャ文について。羽田博士史学論文集下巻言語。宗教編東洋史研究会。1958年。206から214ページ。土井10.206760000267。杉田秀明。 日本人の中東発見、逆遠近法の中の比較文化史東京大学、出版会、1995年6月20日、25から34ページ。ISBN4 から13から025022から1。ありがとうございます。